ジフェニルメタンジーソシアネートは、通常 MDI と略され、方向属ジーソシアネートの一つである。MDI には2 2、2、2MDI、2、4MDI 及び 4,4MDI の3種類の異性体が存在している。4,4MDI は、モノメリック MDI として知られている。ポリメリック MDI は、モノメリック MDI と高分子量の、ポリンイソシアネートの混合物である。 MDI の製造方法は以下の工程から成り立っている。MDI は主に硬質及び軟質ポリウレタンフォームや塗料、接着剤、エラストマーの製造に使用される。MDI への過剰暴露は全息を引き起こす恐れのある呼吸器系への悪影響を及ぼす可能性があるので作業環境上の許容濃度を減収する必要性がある。一度息を引き起こすと ジーソシアネートに対して、監査作用が発生し、ジーソシアネートが許容濃度以下であっても、再びズダが引き起こされる可能性がある。MDI の蒸気、エアゾール及びミストは、目への刺激を引き起こす。MDI は、中程度の皮膚刺激性を有しており、極めて稀ではあるが、皮膚監査作用や、皮膚炎を引き起こすこともある。MDI を飲み込んだ場合の毒性は低い。 MDI に暴露される労働者の健康に関する長期的な調査では、呼吸器系症候以外の暴露による臨床学的な影響は報告されていない。MDI を加温したりスプレーしたりする場合は、十分な換気装置の設置や個人用保護具の着用が不可欠である。MDI が陸上や水性の動植物に及ぼす毒性は低い。また、 MDI は水と反応し、固体で不活性がポリり素化合物を生成する。したがって、MDI が環境中に漏れ出しても環境へ与える影響は極めてわずかである。主だった MDI の製造会社のすべてが国際イソシアネート協会に属している。3は作業場所、関連部門、環境中での MDI 及び TD の安全取扱いを推進している。 日本国内では MDI 及び TD の製造会社がウレタン原料工業会に属しており MDI 及び TD の安全取扱いを推進している MDI の取扱い個人用保護具、暴露のモニタリング方法輸送保管分析方法事故時の対処方法健康及び環境面での対処方法に関する情報は多数発行されている欧州における MDI の危険性分類やラベル表示は ISOPA のウェブサイトから入手できる。MDI に関する詳細な情報を含んだリーチのデータベースは2011年にヨーロピアン・ケミカルズ・エージェンシーから入手可能になる。日本における MDI の GHS 分類や製品安全データシートは日本ウレタン工業協会のウェブサイトから入手できる。ありがとうございます。